シメオネ監督レアルマドリードを除いて、ラリーガ勢は苦しんでいる矢印何かがおかしいわらわら。アトレティコマドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が、4日に行われたチャンピオンズリーグ CL グループ E 第2節フェイエノールト戦を振り返った。フェイエノールトに2倍以上のシュートを打たれ、2度のビハインドを追うなど、文字通り苦戦を強いられたアトレティコマドリード。最終的に 3-2 で逆転勝利を収め、グループ首位に浮上したが苦戦の原因について、インテンシティが低かった。ただ、これはラリーガ全体に言えることで、他リーグに比べてインテンシティという面に弱点を抱えていて、それがヨーロッパでの戦いを苦しめている。並外れた若い選手を要するレアルマドリードを除いて、ラリーガのクラブは欧州で難しい戦いを強いられていると警鐘を鳴らしている。苦しんでるって言っても、CL リーガ勢、無敗じゃなかったっけ？まだ2試合だけど2分けのセビージャ以外すべてグループ首位ですけど、いつの記事ですか？昨シーズンの CL では、4クラブ中3クラブが GS 敗退してるからこう言ったのか？昨季ヨーロッパ L を制したセビージャといい、レアルソシエダといい、とても良い戦いをしていると思うけど、まだ2試合とはいえ4チームがグループ首位でセビージャも十分可能性あるから全然悪くないんだけどな。なんだかんだラリーガ5チームともトーナメントに行くと思ってる。